あっつい。おはようございます。ご利用ありがとうございます。はあ、私システム課のはずなんですけどね、最近現場の手伝いばっかりです。まさか別の意図があるんじゃ。まさか。ただの研修ですよね。業務の流れを知るための。七月は福住駅、後半は電車魔改造、八月は車掌講習、くれてりむつらい。夏から車掌実習、初日から行っとけないや。ムカムカ。この先出別線到着時刻、待ち合わせなどに変更がある場合がございます。おはようござ…あれ？久々のシステム課はもぬけの殻でした。出勤ぼっと。少佐は休暇でライサに。おーい！わーお！コマンドウェイ！うっはっはー！あー、常夏リゾートいいなー。あれ？たるみ先輩の欄がない。あかね、知ってる？出るんだって幽霊列車。まさか最近噂の幽霊列車にホイホイと。おはよう。あ、課長おはようございます。その急で悪いんだけど。とうとう子会社出向です。ま、主任の肩書きゲットで天下り美味しいですけどね。この一番奥が開発一課です。どうも。おはようございます。おはようございます。うーす。うーす。うーす。おそわ。ピシュッ、ガッタン。あ、先輩も出向でしたか。カルダンもいいけど、やっぱり釣りかけだよね。はい。え、DMH17 系エンジンの音が好き？わかってるね、君。この人、いい感じに壊れちゃってます。壊れているのはこの人だけではないようです。どうしてこんなことに。先輩、ここは電車じゃなくて子会社ですよ。はっきりせえや。え、ほんまに来月末に稼働できるんか。頑張ります。
夢崎課長代理また怒られてる。怒ってるのうちの総務部長ですよね。そう、この案件のお客さん。ああにしたってさ、子会社相手にあの態度だよ。んなん信用できるか。申し訳あります。子会社やかって甘えとるんちゃうか。会社全体が迷惑してるんや。申し訳あります。親会社ってそんなに偉いのかな。あれ、お金ちゃん。あのそんなに大きな開発案件どうしてシステム化を通してないんです。あれ、なんか変なこと言いましたっけ。そもそも XP の件でシステム化が干されたというのもありますが、そもそも当初は楽勝案件だったのです。というのもキノコワークフローという製品を総務部専用にカスタマイズして導入するだけだったのです。ところがプロジェクト中盤で事態は急転します。空気読めない人が正論を振りかざし全部署に導入すると言い出したのです。いいね。その上社員の大半がタケノコグループウェアの導入を要望。あとはお察しの通り不毛の争いです。結局タケノコ派の大勝利。多勢に無勢すぎました。今までの仕事は全部ボツ。ところがキノコワークフローにも捨てがたい機能があり無理やり合体。さらに関連システムまで統合され、天地さえ鶴の一声でクラウド化。そんなこんなで炎上真っ盛り。キラッ。とにかく来月可能やからな。まさかこの納期って当初のままなんじゃ。正解。納期なんて伸びない。親会社には逆らえない。システムなんて動けばいいじゃない。8年後ぐらいに困りますよ、それ。知らない。あ、有名な幽霊列車の噂って、まさか。その怖さ、幽霊以上。おや、SQL インジェクションの脆弱性見っけ。これは、見えてはいけない情報が見えちゃってますね。というか、業務要件を正しく把握してないんじゃ。SQL インジェクション?何それ、どこの列車?解体船送りにして差し上げましょうか。おはようございます。おはようございます。ハフ後輩の表現ぶりにオロオロで。どうも主任のタルミユイナです。ナハハハフフフフ。まいててててて。で、タルミ主任、 SQL インジェクション聞いたことありませんか。アカネちゃんつまんない。ホースの主任つまんない。はぁ、SQL インなんとかさんね。あ、情報処理試験で見たことあるかも。それです。見ただけだよ。 SQL とかわっかないんだよ。さらりと駅名とか仕込みますよね、この人。それでも技術者ですか。上流工程ではコーディングしなくていいから大丈夫。じゃありません。だ、大将軍じゃありません。口では、 SQL は忘れて一般的なインジェクション攻撃について説明しましょうか。まずここをタルミ先輩が好きなアニメの中の世界だと仮定します。仮定します。ここに台本があります。おお、
この世のものとは思えない。ここに空欄があります。好きなセリフを書き込めるんだね。はい、文字なら何でも書き込めます。書いた通りのことが起こります。やったー。モノレールにもう乗れる？何を言わせてるんですか。本当にそれぐらいしか悪用できませんか。セリフだけでは大したことは。例えばこんなことができるんです。あ、ずるい、閉じかっこ。その時ユイナは何を思ったか突然部屋を飛び出す。あれ。帰ってきたユイナが手に持っていたのは焼き芋だった。ご注文はお芋ですか。うん、あー、お芋がホクホクするんじゃ。まあ、あの味なんだよ。あ、このお芋、結構美味しいですね。この甘さは、徳島さん。本当にちゃっかりしてるよね。浜国まで行って買ってきたんだから。あざーす、これでですね。食べてからでいいよ。つまり、閉じ括弧を書けばトカゲも自由にできるんだね。はい。ユイナ、動力車操縦者運転免許をゲットする。ユイナ、キハ20をもう一両ゲットする。納期延長って書けばいいのに。どうせなら開発中止で。つうか、仕事しろし。世界の内容を書き換え放題、知りたいことを知りたい放題だね。この世の断りへの不正アクセスですからね、それ。というか、鍵括弧の記入を許してる時点でアホなだけでしょ。その通り。これがインジェクション攻撃への脆弱性です。コンピューターでも同じです。インジェクション攻撃が通れば情報を盗まれたり悪さをされてしまったりするんです。先輩をパシるみたいなね。弱みをつかれないよう、どんな文字が記入されても誤動作しないようにしないとダメってことですね。というわけで、下山さん、ここのコード DB パラメーター使うよ。修正お願いします。無理無理。昔みたいにはいかないわね。ところで、二人ともうまくやっているかしら。今回の件、どうも変ね。まず規模やスケジュールの無茶を押し通そうとする経営企画部、そして当初稼働日に固執する総務部長。これでも説得材料が足りないのね。ならば。どうでした、 CIO。 やっとわかったよ。総務部長は今回の件を予定通りに進めるよう社長から直々に期待されてるんだ。はあ、あのパワハラ部長。それに社長は社長で来月末稼働を明言してしまったらしい。雑誌の取材でな。また目先の見栄を。はあ、失敗が表沙汰になるだけじゃないですか。表沙汰。今からでもうちにプロジェクトを移管した方が。今となっては首のすげ替えは危険です。私たちは二段階稼働の方向で説得して回りましょう。たるみちゃん、ほうそのちゃん、どうか無事で。できないよ。
調べれば調べるほどこのプロジェクトは異常な状態です。稼働まで2ヶ月を切ってます。それなのにゴールすら固まっていないのです。不具合なんて見て見ぬふり。調査を呼べば万事解決だよ。ダメです。あの人のコードの汚さはギネス記録じゃないですか。動くだけではダメなのです。困るのは将来の私です。私には夢があります。いつの日か楽で怠惰な生活を送り、ソファーに転がる芋になるという夢が。そのためにもまずはゴールを固めるのが先決ですね。夢咲代理、出歩報告の機能をなくすってのはいただけないね。はい、個人的にも同感です。しかし月田役、プロジェクトの現状はご存知ですか？もちろん聞いてはいるが。京鉄労組の方がすでに3名も病院送りになっていることはご存知ですか？ああ。労組としてはこの状況で無理強いするのはまずいですよね。ああ。実はご要望の機能を作るのでもなく、なくすのでもなく、実現する方法があります。実現のため一緒に作戦を考えていただけませんか？よろしくお願いします。大園君、頭を上げなさい。うまくいきそうね。根回しは極めてスムーズに運びました。私が転々とした職場には必ず影のキーパーソンがいたのです。不思議ですね。まるで誰かに仕組まれていたかのようです。夢咲代理、停滞していた要件定義が完了しました。どうかな。正直絶望的です。現状を踏まえるとあと 2,3 年はかかります。そこでご提案です。開発を数段階に分け、今回はコアモジュールとセキュリティ関連の開発を優先しては。第1弾では定型フォームは諦め、標準機能の自由書式で。そっか、無理だったんだ。大崎さん！え、何？代理が…何やって？代理が…え、大丈夫？どうした？そしてチームの士気は奈落の底に落ちたのです。茜ちゃん、もう無理だ。ほとんどが病欠だよ。進捗も急減速。完全に終わったよ。分かってます。もうこのプロジェクトは中止しかありません。ゴミのようなシステムで禍根を残すぐらいなら今この手で。ダメです。失敗すれば一生この子会社で、いや、スケープゴートにされ、来月にはクビかもしれません。8年後なんかより来月の自分が心配です。そうです、魔が差してしまったのです。ああ、こちら艦隊司令部、直ちに帰還せよと。さよなら保守性。いいんです、システムなんて動けばそれで。緊急事態の概要を述べてください。少佐！少佐！カラシュ立ち上がるとき！早い！すごい！やっべえ！なんて速さ！ギネス記録は伊達じゃない！
ギネスなどただの飾り。おお、すげえ、 GoTo のアートだ。マシンゴを操るというの？これぞローメンテナンスアビリティゴードンマスター。マジパネ。あかん、こんなのどうやってテスト？大丈夫、最強のテスト要員転校しました。ここはどこ？あかねちゃん、顔色ひどいよ、大丈夫？あ、まあ、はい。あれは第1話で大事件を起こしたという、そしてどんなプログラムでもバグらせるというアルティメットバグトリガー。こうしちゃいられねえ、やるぞ。よく頑張ったわね。総務部長にも好評だったみたいよ。課長、 OS のサポート期限切れからもう1年ですよ。即刻更新を。無理です、それはあかんやつです。セキュリティについての報告書読んでいただけましたよね？読みましたが、 OS を更新するとなぜかあのシステムは動かないんです。解決策は探っていますが、しかし時間稼ぎも限界なんです。はぁ、ソースコードか。せめて詳細設計書だけでもあればよかったんですが。ないんですか？ま、こうなることはうすうす分かっていたんですけどね。何事も起こらなければ。起きました。私は8年後の私になんてこと。それが我々の未来だとしてもだ。未来はいくらでも変えることができる。
そう思うだろ、ショイ。はあ。そうですね。未来は変えることができる。